お前後ろじゃないかそれ。こっちだ。人権がないから裁判にもかけてもらえない。人間じゃないと聞いてるからな。多分中身は人間。人間じゃないからということでよしみで30日としてるんだが、人間だったら。それですそれですそれですそれでいいです。はい。カシュさんオイラにも一個ください。優しい、もうカシュさんは大好き。早く食え。え？え？え？そっか。キャー。お家持って帰ろうと思ったんだ。つまり嘘をついた。さっき何取りました本。ポールの日記1。あなたじゃなくない？私も持ってますよ、監修の日記。とりあえず日記読んで。今日新しい囚人が3人も来た。ゼウス様の眠りを妨げた悪党らしい。心して職務に当たらなければいけない。次の日、囚人たちの荷物を部下が見つけてきた。証拠品として手を置かなければなるまい。虹のチェストに入れておくこととするって書いてある。明日になったらもしかしたら誰か取っただろうつって怒られて、多分私が怒られるんだろうな。証拠隠滅しといたらいいんじゃない。トイレにでも流しておく。そう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 。じゃあとりあえずトイレ流しておこう。おいもさんの撮ったやつは。ここで途中。あ、はいはいはい。これ食堂のあの隣の部屋から撮ったやつね。うん、これ音読しないとダメかな。恥ずかしいんだけど。俺の名は通るバルサンバルスって言ったよ。ここでインロッキと共に守護神ゼウスに立ち向かった。しかし俺は倒されて死んでしまったと思っていた。目が覚めたらこの刑務所に収容されていた。共に死んだと思っていたロキも一緒だ。オーディンがいないところを見るとどうやら彼は生き延びたようだ。よかった。この刑務所はゼウスの他に置かれているらしい。監視の他にも他に外にはモンスターが見張りに立っている。俺は見てしまった。あれはただのモンスターではない。触れられたら最後、一撃で俺たちを死んでしまう。どうにかしてここを脱出しなければ。しかし外には一撃で俺たちを倒すモンスター、しかも昼間は見張られている。そんな時昔からいた囚人にいいことを聞いた。どうやらここには囚人たちが掘った地下通路というものがあるらしい。その地下通路を活用すれば夜でも行動は自由だ。何か脱出の手がかりがあれば良いのだが、早速ロキと共に明日から動くこととする。まあまあこの地下通路を使えってことなんだろうけど。そうね、うん、まずピッケルだよね。そうなんや。そうだね。おはよう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。では今日は自由行動の日だ。運動場へ今日は案内しよう。運動するぞ。ついてきてくれ。ここが運動場だ。イエーイ。俺はいつものようにちょっと仕事に戻るのだが、まあ見ての通りな、ここはちょっとあまりにも外すぎるので、まあちょっと頻繁に戻ってくる。はい。まあな、万が一にも悪さはしないと思うが、まあそれでは楽しんでくれ。頑張ってる。いってらっしゃい。消えた？よし、消えた。広い。なんもない。なんかある。なんもない。進め。なんもないか。てか出れん。大丈夫。スタックしたんだけど。おいもちゃんは？私もこっから出れん。ここはもう完全に一個半の高さがある。ちょっと向こうまで潜ってみる。はいはい。おう。どうだ？あ、こんにちは。お疲れ様でーす。お疲れっつ。疲れ。気持ちいいか？気持ちいいです。走り回ってました。一人いないがどうした？おトイレじゃないですかね。トイレか。トイレの場所分かったのか、あいつ。うん、多分、お腹痛いって言ってたんで。そうか。腹減ったな。腹減ったなって。なんでお前はずっと腹が減ったの？あ、なんかすっげえマイナスになってるんですけど、お腹が。いや、ずっと暴れ回ってるからでしょ。ぴょん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 。あ、そっか。運動しまくったからですね。そうか。まあいい。2番が帰ってきたら、まあ、あら、お？お前今どっから帰ってきた？トイレですよね。ぴょん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 。あ、そっか。運動しまちょっと恥ずかしかったんで、やっぱりあの木の裏でね、ちょっと用を足して。それはすまなかったな、ちょっと悪い時に来てしまった。いやいや、まあ仲良く遊んでるみたいだから安心したよ、はい、まああと5分ぐらいだからもう少し楽しんでくれ。はーい。でね、ここね、羊毛があるんですけど、うん、あ、それ取ったよ。チェストの中、あ、取りました。何がありました？年会札ってやつ。はんはんはん、何に使うんだろうね、うん、
あ、それが医務室に入ってたやつと一緒だと思う。あ、これなんかずっとなんかありました、この水路の中。これね、多分いろんなとこに行けるは行ける。なるほど。ほうほうほう。あと5分くらいあるっつったけど、5分でなんかできる？うちら今もうできんずら。ちょっとこれ見てきていいから。えらっちゃい。すんげーゆっくりする、うん、超遅い。いや、地べた泳いでますからね。なるほど。もうそーっと。あ、こっちからも通路側出れるんだ。ただこれをどの時間の間にやるかだな。そうですね、ちょっと行ってみるか。よいしょ。でも水があるとこじゃないと出らんないってことだよね、この高さ。そうなんですよね。そうだね。遅え。遅い。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。そろそろな、夕方になるから迎えに来たんだが、全員揃ってるか？また2番がいないのだが、うん、なんかし。痛いんじゃないですかね。そうか、なんか悪いもの食べたのかかもしれん。もしかしたらあの池すんとこの水飲んだかもしれん。生臭い水を。ああ、あれを飲んだのか。そうかもしれん。ところで、はい、帰ってこないが。ちょっとね、トイレ長いと思いますわ。あ、帰ってきた帰ってきた。はあ、すっきりした。お待たせしました。すいません。すっきりしたか。大丈夫。はい。今度からすいませんした。池すの水は飲むなよ。飲んでないです。飲んでなかったそうです。なんでお腹痛いんだ。もしかしたら夜お腹冷えたのかもしれないです。では暖かくして寝ろよ。優しいか。優しい、はい、優しい。めっちゃ優しい。で優しい。ちょっとトイレまで案内してもらおうか。排泄物見たいのかな。そういう趣味が悪い。誰だ今排泄物見たいのかなと言ったやつは。ノーです。めっちゃ吹っ飛んでる。すんげえ吹っ飛んでる。端っこまで吹っ飛んでる。いや、ちょっとな、この刑務所古いからな。この運動場のどこにトイレがあるかは知らないのだが、そこでされて、詰まりでもしたらことだからな。ちょっと確認してほしい。大丈夫です、大丈夫です。あの、流してないんで。流してない。人じゃないので、あの、穴を掘ってみました。ああ、そうか。ちょっと芋の生態はわからないけどな。長い監視生活の中で服から芽が出るやつは初めてだから、どう接したらいいかわからん。結構困惑されてる。まあいい、今日は風呂に案内しよう。やったー。そろそろ近いだろうからな。風呂はこっちだ。おー、自由に使ってくれ。やったー。ありがとうございます。なんかあるげ、何もなさげ。あ、あった。あった。どうも。ここ。おー、ナイス。うわ、これ、え、何もない。あ、なるほど。苗木を見つけてきて、うん、ここに植えて育てる。あー、なるほど。どっかであったのかな、苗木。見かけてないですけどね。ねえ、どこにあるんだろう。イユタナ、アハハン。イユタナ、ナハハン。湯気がぼたりと天井から落ちる。なんか私途中から茶摘みの歌になっちゃうんだよな。茶摘み。すんじゃダメ、すんじゃダメ。夏も近づけば出てる秋。全然。あんたん。関係ない。何も山にも。わかわかしける。トントン。トントン。なんか楽しそうだな。まあ、お風呂は楽しく入んないとね。そうか、まだ風呂に入ってるか。さっぱりしました。さっぱりしました。さっぱりしたか。では牢屋へ戻ろう。牢屋、牢屋。なんだ、3番。楽しそうだな。そんなに嬉しいか、牢屋。一番安全。そうか。よし、それでは日数を減らす。5番が残り28日、はい。2番がどうしようかな、トイレ行ったからな。トイレでする権利もないんですか。残り28日だ。ありがとうございます。3番は26日。増えた。なんで1人だけ少ないんだ。ねえ。初日から粗相する。普通テンション上がっちゃって捕まったことで。捕まってテンション上がるのか。ド M だな。初めてなんで。まあおとなしく過ごしてくれ。はーい。